立憲民主党杉尾秀哉が国会で逆切れ、桜を見る会で不都合な事実をばらされる。本日、立憲民主党の杉尾秀哉さんが桜を見る会の安倍首相の前夜祭について杉尾氏、国会にてこのような発言をしてしまいました。大体今回の5000円の件でですね、じゃあ私も入隊で5000円で立食やってもらおうってみんな言ってんですよ。ホテルにも問い合わせてんですよ。これホテルも相当迷惑だというふうに思いますよ。ホテル入門内で御三家ですよね。御三家のホテルがこんな会費も受け取ってないのに大量に領収書を発行してばらまいて、しかもあれ手書きで5000円って書いたんですよ。誰が書いたか分かりゃしない。そんな領収書がですね、大量に出回っていて、見積書も計算書も何にもなくてですよ。出せないなんて、こんなことホテル入門内のこれ信用問題にも関わる。これ、ホテルニューオータニが出せないからじゃなくて、この書類が出てくると、さっきも言ったような政治資金規正法とか、そうしたことに関わってくる不都合な真実が暴かれるからなんじゃないですか、どうですか。菅内閣官房長官。まず、ホテルニューオータニで5000円ではできないと言ってますけど、現に、昨日の新聞報道で、民主党の国会議員の方が4000いくらでやったんじゃないでしょうか。確か同じように800人の規模だったと思います。まず決め打ちはやめていただきたいというふうに思います。サービス内容においてですね、ホテル側が設定した価格であると承知しています。そしてその入り口で領収書を発行してお金を受け取る、そしてそこにホテルの側の人もいたということじゃないですか。そしてそのすべてをホテル側に支払いをした。そしてまた宿泊者の人たちは直接旅行者に費用として振り込んでおりますから、そうしたことについて当然ある意味では柔軟な設定をして行うということは私はあり得ると思います。聞いてないとか言わないと。杉尾君。引き続き委員会での真相解明と予算委員会集中審議の総理の出席を求めます。時間に来たので終わります。ありがとうございました。さらに秀哉君。事務方、余計な口出ししないでください。杉尾秀哉君。事務方、余計な口出ししないでください。このように突然ぶち切れておられるんですが、この立憲民主党などの野党が、まあ、本日もなんですけども、デマを垂れ流し、ホテルニューオータニや銀座キューベイに営業妨害をしているのに、そういった事実があるのに、立憲民主党は杉尾秀哉さんはこのように開き直って逆入れされてしまっておられますが、このホテルニューオータニにて4000円どころではなく2000円弱で政治資金パーティーを開いた立憲民主党の議員もおり、彼らはこういったホテルでの宴会パーティーの内容を理解しているのに、このようにさらにデマを垂れ流しておりますので、非常に悪質であると言わざるを得ません。彼らはこういった桜を見る会を利用してデマを垂れ流し、国民を騙して安倍政権を倒そうと企んでいるようなんですが、皆様、このようなデマに騙されないように注意していただき、また今後行われる選挙ではこういったデマを垂れ流し国民を騙そうとするおかしな野党には投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。